んにちは、文芸評論家の末國芳美です。今日もブックゲスト始まります。今回は前回のマントと違うんですが、前回ダベっていうよりもダボっとしてきた方がなんか演出に幅が出るかなと思って、だから御徒町のアメ横センタービル2階という幕つで買ってきました。これでより過酷な冒険に行けると思います。こちらは追加のアイテムです。攻撃力がアップしました。ブッククエストはジャンルごとに厳選した4冊を紹介します。紹介する順番に読めばジャンルクリアです。では本の冒険に出かけましょう。レッツクエスト。前回はファンタジーでしたが、今回からの4回は山を舞台にした作品を取り上げます。基本的に山登りを題材ですね。山そのものを舞台にした作品なども取り上げる予定です。では4冊目のうちの1冊目はこちらです。新保雄一さんの灰色の北壁に収録されている短編、黒部のヒグマです。こちらレベル6です。三国物って意外とミステリーの舞台になっているものが多いので、まずそれを紹介するためにまず最初にミステリーを取り上げました。実は日本のミステリーっていうのは三国ミステリーが多いんですね。で、戦前では甲賀三郎の誰が裁いたかとか、蒼井優の霧響く山、戦後になりますと松本清張さんの遭難、森村誠一さんは日本アルプス殺人事件をはじめ数多くの三角ミステリーを書いています。で、今回紹介する黒部のヒグマもこうした三角ミステリーの一作です。この作者の新保雄一さんはもう徹底した取材に基づいて壮大な物語を書かれるので有名です。代表作は偽札作りを題材にしたダッシュですとか、最近の作品ですとローカル鉄道の再建を描くローカル線で行こうなどがあります。新保さんはこの他にも武装集団に占拠されたダムで拘束を免れた男が武装集団と戦う映画もされたホワイトアウトを書いていますが、本作も三角舞台にしたミステリーの一作です。この本のストーリーは富山県の三角警備隊を辞めて剣岳の山小屋の主人になったヒヌマが主人公です。11月になり、そろそろヒヌマが山小屋を閉めようと考えた時、かつての部下から遭難者が出たという知らせが入ります。で、現在警察が駆けつけると時間がかかるので、とりあえず様子を見に行ってほしいと頼まれたヒヌマは現場に向かいます。で、この遭難したのはある大学の山岳部の2人組です。この大学では OB を中心にヒマラヤ遠征隊を組むことになっていたのですが、今回登った2人組のうち1人は選ばれ、1人は選ばれなかったんです。そして選ばれなかった1人は実は恋人に振られたり、家族に不幸があったりして大学を辞めなくてはならなくなった。それで最後の思い出ということで友達を誘って行ったところ遭難したっていうふうになっております。この複雑な事情を抱えた2人が遭難したので、ヒノが現場に駆けつける。なんだけどすぐに救出できないので、その現場近くで待機するという展開になっていきます。ここからは本を読む上でのポイントを紹介していきます。クエストポイント1、この作品には山岳小説を聞いて誰もがイメージする登山のシーン、遭難、山岳救助といった場面が全て網羅されています。なので短編ですけど山岳小説の入門としては最適だと思います。クエストポイント2で、先ほども言いましたように作者の新保雄一さんは徹底した取材で知られていますので、登山用具の使い方ですとか実際の登山の様子、その時の登山者の心理などが非常に細かく描写されています。用具の使い方ですとか用具の種類なども非常に初心者にも分かりやすく解説してあるので、この作品で基礎的な知識を読むと多分どの山岳小説を読んでも分かりやすくなると思います。クエストポイント3、実はあらすじを聞いただけではどこがミステリーなんだろうと思った方も多いと思うんですが、ちゃんとラストにどんでん返しがあります。で、普通どんでん返しがあると言うとちょっとネタバレになってしまうんですけど、この作品はそれをあえて言っても読者はどこで騙されたか分かんないと思います。それくらい巧妙な仕掛けが隠されているのでラストは驚くと思います。だからまず山岳小説とミステリーの本当要素が見事に結びついています。新保雄一さんの黒部のヒグマは登山の様子が非常に細かく分かりやすく書いてあるので、山岳小説を読んでみたいけどなんか専門用語が出てきて難しいのかなっていうふうに考えている人、自分も登っていて、あ、
同じようなことを書いている小説を読みたいなっていうふうな方、導入する最適な本なので、で三角小説で興味を持った人にまず読んでもらいたい作品です。純粋にミステリーとしても読んでも面白いので、多分ミステリーファンが読んでも満足できると思います。次回は三角小説の2回目です。ミステリーとは違うタイプの作品を用意していますのでお楽しみに。レッツクエスト、去年クラブに行ってきました。トロリーバスがなくなるっていうので行ってきました。でちょうどこれ冒頭がクラブのシーンから始まるので、あ懐かしいなと思いながら読んでました。旅のお供にもいいと思います。